ドガのサインエドガーは、フランスの印象派の画家、彫刻家。フルネームは、イレール・ジェルマン・エドガー・ドガ。エドガール・ドガは1834年、フランスのパリに、銀行家の息子として生まれた。家は、比較的裕福であった。母親のセレスティーヌは、ニューオリンズ出身のクレオール。ドガという貴族風の名字を持つが、ドガ家は、フランス革命後に勢力を伸ばした新興ブルジョアで、 エドガールが生まれた頃には、さほど裕福ではなかったらしい。ドガは1855年、エコールでボザールでアングル派の画家、ルイラモートに支持した。1856年、1858年には、イタリアを訪れ、古典美術を研究している。ドガは、通常印象派の画家の一員とみなされている。確かにドガは1874年代1回、印象派展以来、 印象派展に、たびたび出品し、1862年に真似と、知り合ってからは、カフェ・ゲルボアの画家グループにも参加していた。しかし、光と影の変化をキャンバスに映し取ろうとした、モネのような典型的な印象派の画家たちと異なり、ドガの制作の基盤はあくまでもルネサンスの巨匠や、熱烈に進歩したアングルの画風にあった。古典的手法で、現代の都会生活を描き出すことから、 ドガは現代生活の古典画家と自らを位置づけた。ただし、ドガも他の印象派の画家たちと同様、浮世絵、特に葛飾北斎の影響を強く受けていることが小林太一郎によって指摘され、日本におけるジャポーニスム研究の発端となった。ドガの作品には室内風景を描いたものが多い。初期の作品は海辺の情景などであったが、 1870年代後半のモノタイプによる一連の作品では客と商婦たちの姿が多く描かれた。そして1880年代半ば以降のパステル作品ではそうした特定の逸話的な場面でなく閉ざされた部屋で黙々と日々の水黒いに精を出す女の姿が描かれていく。野外の風景を描いたものは競馬場など人々の多く集まる場所に限られ、 ドガの関心の対象は徹底して、都会生活とその中の人間であった。これにはドガが、不仏戦争に国民衛兵として従軍した際に、寒さで目をやられたために俗に、眩しがり症といわれる網膜の病気を患っており、外に出ることがままならなかったことも関係していると、される。ことにバレエの踊りこと浴場を題材にした作品が多く、 彼女らの一瞬見せた何気ない動作を永遠化する素描力は秀逸である。写真技術にも強い関心を示し、マラルメトルノワールが並ぶ有名な肖像写真が残されている。パステル画もよくした。パステル画に関しては銀行家だった父が負債を隠したまま亡くなった上に、兄が事業に失敗して負債を抱えたため、 その負債を返済するために大量に絵を描く必要があったからという理由もある。また、晩年は視力の衰えもあり、デッサン人形として使用した踊り子、馬などを題材とした素像や彫刻作品も残している。それらはドガの死後にアトリエから発見された。また、ひどく、気難しく、皮肉やな性格のため、 画家仲間との衝突が絶えなかったが、晩年は、ドレフィウス事件で有罪を主張したために、ゾラなどの数少ない友人を失ってしまったという。バレエのレッスンクラスデドンスドガの作品にはバレエを扱った主題、ことに楽屋や練習風景、舞台袖といった一般人では出入りできない場所での場面を描いたものが多い。当時、踊り子たちは、オペラ座の小さなネズミ FR。 プティラットと呼ばれていたが、彼女らの舞台裏をありのままに描いた。印象派の多くの画家たちと比べれば、銀行家の息子であり裕福な家庭の出身であった、ドガはバレエを好み、オペラ座の定期会員になっていた。座席を年単位で購入する定期会員は、オペラ座の楽屋や稽古場に自由に立ち入ることが許されていた。当時、オペラ座の一般会員は、 上流階級の社交場でもあったので、父の成長も経済的には苦しくなった後にもドガは一般会員を続けていたものと思われる。ドガの描いたバレエの主題の多くはそこで見た風景である。ドガの通った時代は、クラシックバレエやモダンバレエがまだ、フランスには紹介されておらず、フランスはロマンティックバレエの時代で、 ドガの作品のバレエ風景は、すべてロマンティックバレエの風景となっている。また、パリオペラ座の側でもドガに敬意を払い、ドガが1881年に発表した彫刻、14歳の小さな踊り子をモチーフにしたバレエ作品を2003年、ドガも通ったガルニエグルで初演している。ありがとうございます。